ディレクターの次です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番やばいのだと後輪に置いとくようなやつが、皆さんこんにちは、白コロチャンネルチューリーとグッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスオビアーズ公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ。はい、そして本日も素敵なゲストにお越しいただいております。はい、スクエアエニックス、ファイナルファンタジーブレイブエクスオビアーズディレクターの次です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新作通知が皆さんに言ってると思うんですけれども、装備育成イベントというのが新しくシステムが追加になったということで、ようやっと追加できました。お待ちかねでお疲れ様でした。お待たせしました。今回はですね、こちらの公式チャンネルでいち早くお届けできればと思います。じゃあ行きますよ、みさちゃん。はい、行きましょう。教えてさすり。今回の、早速ですね、装備育成イベントを、ご紹介していこうと思います。まあ何かというとですね、もう名前そのままなのですが、今皆さんがお手持ちの装備品がありますよね。あれをですね、強化するイベントです。で、どう強化するのかっていう話なんですけど、今回ですね、この期間限定で現れるですね、とあるイベントの、お城があるんですよ。お城がある。そこにですね、そこに行ってですね、戦うと全部で10フロアあるんですけど、こうどん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 フロアを進んでいく遊びですね。おお、なるほど。1フロアクリアするごとに強化するどのアビリティつけますっていうのをですね、どん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 聞かれていって、でこれをつけるよ、これをつけるよっていうのを選んでいって、最終的に10回まで行くか途中で帰って、期間って選んだら帰れるんですね。おお。でそれは装備に何かしらのアビリティがついた状態で帰るみたいなことなんですか。ああ、そうです。最初の画面見ますと、ですね、ここにミッションいろいろここ真ん中に書いてあって、下の装備、育成装備選択ってありますね。まずはこれ選んでいただいて、そうすると手持ちのですね、装備品がずらっと並びますので、そこで鍛えたいものを選ぶんですが、第1弾はですね、鍛えられる武器装備、装備品ですね、として、探検剣ロットムチの4種類。探検剣ロットムチ、なるほど。なるほどね。でこれだんだん開催するごとにですね、どんどん増やしていきます。なるほど。これ今画面赤になってるのは実はアビリティついてるやつです、ね、なるほど。で、アビリティがついたものは赤い枠になります、ね。でそうじゃないものは青で、手持ちの中でこういう風に表示されて、どれを鍛えますかって聞かれるので、選んで、こう今クリムゾンセーバーになってますね、というと、ここにですね、追加アビリティなしって3枠空きがありますので、ここにアビリティつけていくんですよ。でですね、パーティー選んでいただいて、実はこれ1回入っちゃうと、帰還するか、そうです、帰還するか10フロア10をクリアするまでパーティー変えられなくて、あとストーリーと同じ感じでどうも帰還できるバージョンみたいな感じですかね。かな、ああそう考えればいいですね。漱石のやつも変えられないみたいな感じですもんね。そうですね。で、ステータスも当然引き継いでしまうので、バンバン MP 使ったらなくなっちゃいますし、オタダメージもそのまま継続で奥のフロアにどんどん行きます。で、ここ出発するって選んだら、戦闘がありますので、そのフロアの敵を倒してください。そうするとですね、演出が入って、ちょうどこの右側ですね、こんな感じにですね、アビリティが3つ出てきます。で、レアアビリティはレアって書いてあります。ということで、レアアビリティと通常のアビリティがここで抽選されて、ここに3つ出るので、好きなのを1個選ぶとですね、登録されます。でフロア2に行って、でまたフロア2に行くとですね、こう登録、そうですね、これでいいですかって聞かれて、乗っけるよって言うと、どんどんこうニューアビリティ、そうなんですよ、どんどんこう登録されていくので、なんか3回まで行くとですね、一通り埋まると、で1フロア1個登録できる、そうですね、1フロア1個ですね。で4回以降は、もうつけてるものか取ったものそのまま残して、獲得したものはもうやめて、今持ってるので OK だったらそのまま進んでいただいて、交換したいいのが出たらこう付け替えて、2位のものを付け替えて、すごい、2位のものを付け替えて、好きなものを、そうです、そうです。で
今予定しているこの後、運営しながらもちろん変えていくかもしれないですけど、一応まず走り出しとしてはですね、HP プラス系、MP プラス系、まあ6ステータスですね、高魔防性のアップですね、これをまずは、入れようと思ってます。めちゃ大きいですよ、めちゃ大きいです。オートリフレッシュ系、オート防御系、オート精神アップ系、この辺ちょっとまずはですね、ちょっと僕ら自身も十分テストはしているのですけど、はい、結構組み合わせが多すぎて、そうですね、危なさそうだなっていうのはちょっとちゃんと考えてやんないと、これはひどいことになりそうだということで、これが通常アビリティで、目玉の方、目玉がさっきレアって言ったやつですね、レア目玉があってですね、目玉アビリティの方は、今回予定したのは満月の心得 とダブル黒魔法、あと複合系アビリティ、HP& 魔力が 15% アップとか、HP& 攻撃が 15% アップとか、やばい、複合アビリティ、これで考えてます。まあ本当に自分の好きなですねアビリティがつくまで別に何回でもやり直しはできますので、例えば1回クリムゾーンセイバー鍛えちゃったから2回目できないなんてことはなくて、1回鍛えたらですね、もう1回行くとき実は手持ちのアビリティは全部リセットされちゃうんですよ。そうなんです。持ってく、これ持ってくって言った瞬間に1回鍛えます。で10回の中で3個当てなきゃいけない。そういうことです。なるほどね。入るときは1回リセットしちゃうけどいいよねって聞かれて OK って言ったらもう10回できるので、なるほど、その中でいいものを頑張って引いてねっていう遊びになってます。なるほど、はい、なるほど。剣だったら多分真っ先に行くであろう、まあ、オニオンソードとかそうですよね、オニオンソードとか、まあ、最近出たウィザーロッドロッドカイとか、そうですね、はい、マティウスの悪意とか、いろいろあるじゃないですか。まあ、ティーダの、そうです、多くの多分人が取れたかなと思っている全ての棒とか、すべての棒もね、周回イベントに、はい、何回か、すべての棒も MP アップがついたらもうすごい強くなったよってなるかもしれないですね。ダブルクロマついてると便利だな。いや、ダブルクロマ便利ですね。はい、とかね、オートリフレッシュもレベル、オートリフレッシュめっちゃいいですね。はい、レベルが何段階かあるんですけど、高いレベルになると普通に星6でつくオートリフレッシュと同じ効果のものがつきますので、いはい、まあ、重ね掛けもよし、オートリフレッシュを持ってないユニットに持たせるもよしとか、いろいろ使い方はあると思うんですけど、はい、そういうのがつくようにこうぐるぐる頑張ってですね、ちょっと武器を強化してほしいなというのが今回の武器強化イベントと、はい、なっております。ちなみにですね、レアアビリティっていうボタンを押していただけると、はい、今回の目玉が何かって表示されますので、なるほど、はい、そこで出たらラッキーみたいな感じになれる。目指すものが結構レアって感じでは明確みたいな感じですね。うん、そうですね、はい、なのでもうぜひこの目玉のレアアビリティをですね目指してですね、どんどんやってほしいことと、大体の目安としてはだいたい1からですね4フロアぐらいまではそんなに難しくないです。周回の中級とか、あ、じゃあもうすごい始めたばっかの方でもつけられる、4回5回が上級ぐらいですかね、はい、5回が1個もしかしたら強い敵が出てくるかもねっていうフロアにしようと思って、あ、はい、覚醒級ぐらいの強さがだいたい6、7あたり、まあ5も入るかな、まあ6、7ぐらいですね、うんうん、で8回以降はですねすごく強い、まあ、いわゆる魔人級とか一番やばいのだと降臨に置いとくようなやつが1体いるのですが、それ敵ランダムなんですか？そうです。ダウン、つまり結構対策、まあ、もちろん確率は振り分けますよ、はいはいはい、だからそんなバンバンその偉いこっちゃが出てくるわけではないですが、なるほど、もしかしたら出てしまうのでその対策を練って挑むか、確かに最難関まで行きたい人は その家出てくるであろう最強の何かに合わせたこうパーティーで行かなきゃいけないけど、もう5回ぐらいまでを周回すればいいやみたいな人はもう速さみたいな感じになるし、ね、なんか気持ちの駆け引きだね、はい、ここまでなんかいいのが2つ出てるけど次入って強いやつだったらどうしようみたいなドキドキ感、そうどうしようかで心のプレッシャー、そうですで、ちょっとねさっきやられちゃったらできない、もらえない、そうアビリティもらえないって言ったんですけど、一応ここはコンティニュー100ラピスじゃないですか、はい、だから100ラピスで持って帰れるようにだけはしよう、まあ、もちろん帰還した方がね当然安全なのですが、うん、もしやられちゃっても持って帰れるボタンはちょっとつけたいなと。なるほど、はい、ですね、それともう一つ、今月のアップデート内容ということで、今紹介したですね装備強化、はい、装備強化イベントの、バージョン 3.0.0
で、始めているんですけど、実はですね装備強化以外にもすごく良い、ちょっと細かいのですけど、うん、アップデートをいろいろとちょっと入れておりますので、この場で紹介させてください。はい、はい、でまず一つ目がですね、リセットボタンをリロードボタンに改良しました。リロードというのはアビリティの再セットです。再セットしてリピートじゃなくて再セットした段階、再セットです。チェーンができる。そうすごい。ありがとう。これは開発環境で触ったけど、やっぱりなんか非常に予想してたよりもとっても楽で便利なんです。いや最高だ。これはねもうぜひ、これはもうぜひちょっと早く触っていただきたい。毎ターン同じことしかしない子もいますからね、やっぱね、まあでも戦略上ね、繰り返しがすごく有効なバトルもたくさん。そうですね、そうですね、あと周回とかね、じゃあ周回とか、ね、しかもタランでやらないとちゃんと倒せないやつとかもね、難易度が高かったりすると周回でもありますかね、うん、そうですね、はい、なんですごく使い勝手の良いボタンにありましたね。ありがたい、はい、なんかデバフ最初に入れないみたいな、そうなのみたいなあるよね。なんかバフとデバフがお尻に来ちゃってダメージ足りなかったみたいな、コンテニューとかありますかね、はい、あとアビリティ覚醒のですね詳細表示をできるようにしました。アビリティの1は見れるんですけど、お知らせ以外で2が見れなくて、あ、めっちゃわかります、それ、不便だったじゃないですか、あれを、アビリティ覚醒のページ、アビリティ覚醒のページで、詳細を見るみたいなボタンが右上に出てますので、そうすると例えば、まあ、エースのトライレーザーと見たときに、うんうん、トライレーザーは1でこれ2でこれっていうのが、はい、お知らせにちょっと今まで記載することで、ちょっとやらせてもらってたんですけど、 やっぱりインゲームでちゃんと見れるでしょ。で、2にすると急に強くなるやつもありますからね。へーみたいな、移動してたみたいな。そうで、お知らせ流れちゃうじゃないですか。流れちゃいますね。なんでちょっとずっと見てればいいんですけど、多分そういうわけにもいかないと思うので、はい、ちょっとそれをゲーム内で見れるように詳細表示を追加しました。ちょっとですね、取り急ぎだったのでこれしかできなかったんですけど、ジャボテンを合成可能に改良しました。おー、ジャボテン系は全部まとめられます。もちろん1個あたりがね、こうなんだろう、溜め込めるバッファーはあるんですけど、ジャボテンだけまずは合成できるようにちょっと取り急ぎ改良しました。へー、それは、はい、トラストみたいな感じになるってことですか。ね、1個のジャボテンが例えばだけど99個になるみたいな感じ、じゃなくてですね、あれです、3万が6万になるみたいな。あ、なるほどね。1体が300万経験値を保有するとか。あー、なるほど。混ぜるときに、ジャボテンだけ、他のユニットと違ってジャボテンだけちゃんと所持 EXP をちゃんとその合成元のユニットに渡すっていう処理を入れて、ちょっとですね、ポットはポット系は追って対応予定で、ちょっと今回は処理が違うのでいられなかったので、なるほど、そのうちポットもまとめられるように、はい、バトル中のターン表示を対応しました。あ、これ最高だ。30ターン以内に倒せって書いてあるんですけど、30ターンさすがに数えるのしんどい。30ターンもしんどいですし、3ターン管理と4ターン管理の攻撃とかもしんどい、ね、バフデバフの管理もやっぱりターンがすごく自由になるゲームなので、ターン表示はやっぱあった方がいいよね。ということでターン表示が追加されますと、あとボスので HP のですねパーセント表示が入ります。ありがたい。もうちょんってやってライブラやってみたいなカウンターカウンターみたいな。そうですね、これはまあちょっといろいろあったんですけど、はい、主な理由としてはですね、トリガー HP トリガーで発動するものが結構多かったんですけど、はい、でまあファミ通さんとか見てもらうとね、70% でとか、うんうん、前動画でミサシとか言ってましたけど、はい、このなんか名前のんのところの端っこ、そうそうそう、の真ん中の右みたいな、ちょっと右みたいな、なんかね、特にそれやってほしいわけじゃなくてこのパーセンテージの表示一つで結構遊び方は大きく変わっちゃう。変わりますね。結構今までいけるかないけないかの取り合ってみるかとか、はいはい、なんかある、ね、あるじゃないですか。あるある。それがまあ確実にこれだと 2% 削れちゃうからやめとこになるので、うん、だいぶおそらくアクションは変わりますが、はい、全然なんか提供する、なんか我々としてはそのパーセンテージがあるからとてつまらない遊びになるとは思ってなくて、うん、むしろそうじゃない戦略の方に重きを置いて、このパーセンテージ表示の煩わしさはですね、うん、別に表示して見せた上で遊んで全然良いんではないかっていう、はい、ことを思ってちょっと今回は入れました。あれも生放送で事故るのが減るかもしれないですね。事故るのが減る、行っちゃったみたいな、なんか地味に繋がっちゃったからすごいいっぱい行っちゃったみたいな、あーみたいな、ちょっ
ょっと減りすぎちゃったね。そうですね、はい。あとですね、レベルマックスのフィルター今までちょっとなかったので、これをちょっとフィルターに追加しました。なかったですね、確かに。そうですね、意外とそうなんですよ。レベル順で、うん、そうとして上から見れば、そうですね、なんですけどレベルマックスフィルターなかったのでちょっと今回追加しましたというですね、ちょっと細かいのですがかなり役に立つ、ものをですね、この 3.0.0 にいっぱい詰め込んでみましたので、はい、ちょっとこの場を持って紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、ちなみにあともう一個追加情報ではないんですけど、今もう始まってる復刻イベント、はいはい、ありますね。黄金の修道院が、うんうん、はい、始まってると思うんですけど、今後も今回だけに限らず継続的に、復刻イベントは随時、打っていきますので、何でしょうね、まだもし遊べなかった方、そうですね、別に今回に限りではないのでチャンスありますよっていう告知です。ありがとうございます。はい、というわけで今回は、はい、新しいシステム装備育成イベントおよび、はい、アップデート内容について宇津木さんからご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しみですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいで、バイバイ。はい、はい、今日も最後までご視聴ありがとうございまし ました。公式ツイッターやってます。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。そして YouTube チャンネル登録も動画の更新通知や配信の、ね、予定が届きますのでぜひよろしくお願いします。